親番は二階堂脇です。ドラはパーマン。早いテンポで早くもトン4曲です。もう6つもまとまってますし、今秋の手もまとまってましたね。あ、いいつもですね。カンパーピンズバリなんちゃの枠2。いいピン外しても面白いですよね。そうですか。まあ、リャンマンか、リャンマンの後にいいピン外して一気通過。あ、なるほど。そして須崎はどうする。これはメンツテッドを問いつて中途半端ですね。うん、ウォータにもまとまってるようでいてどうもやりにくい手配ですね。ね、須崎の手はね、さあこれで秋も一歩前進、3メンツできましたね。自家製のトム切っていきました。ドラです、これは、はい。まあだからまあそうですね、三層ウーマン捨ててもいいし、他の時点でやっぱりいいピン捨ててもいいと思うんですよね。ちょっと一歩後退しますけど、須崎一致といついいシャンテンでした ね。これはもういいシャンテンですから、チートイ決めでいいんでしょうか。まだ移行できますか。鈴崎なんちゃーちゃですか、はい、ドラもないですしね、チートイツの方が良さそうですね。僕は決めちゃった方がいいと思いますね。あ、なるほど。あのチュンポンして多少速度上げても値段はもうそれほとんど上がらないん で、はい、でチートイツだとねリーチで裏ドラの可能性もあるし、街は選び放題だし、はい、これ順調の変化もありますね。おうまくいけば順調まで見あっと早い。これはただ、まあとりあえずパスオーがいい街という状況ではないので、はい、捨て牌を見て、まあ、自牌一枚切りの自牌とか、ドラとか変化を待った方がいいですよね。これでも親番の秋もあと一手で追いついてきますよね。パスオー、まあ、一応ですね。なるほど。こうなると役々といての可能性がありますからね、はい、白も重なってますし、鈴崎のポイントは残った部分が泣きやすいかどうかですよね、はい、で白チュンは当然泣くとして、お、これテンパイリーチ打つか。打った。これね変化しづらいんでリーチでいいと思うんですよね。ベンチーマンですよ今度は。さあ親リー、ごめんなさい、なんちゃのリーチ、はい、鈴崎これどうするか、まあ、ウーピン切ればテンパイですけど、バックスの捨て牌にはパーピンを捨てられてる。ただリャンウーピンは通ってない。テンパイ取りましたね、はい、まあ、一回これローソー切っちゃう手はありますよね。あるいは3層でもいいですけど、ほう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 、まあ、次のリャンソー通しやすいことを考えたら三層リャンソっていうのがいいかもしれないし、お、嘘言った。ローソのワンチャンスか。リャンソリャンソは通りそうだし、ウッパーソーもワンチャンスだからってことになってね。でこれパーソーも通しやすい。秋はあれ急走は切れないんですか？ちょっと手が狭くなりますからね。例えばパーマン重なりの椅子層ってすごくよ待ちよくて高くなるというね。ドラのパーマン重ねれば。いいので、はい、まあ、一番手広く構えたわけですよね。ウーソーは通りやすいし比較的。なるほどね。いいピンか、いいピンか、まあ、ウーピンが3枚見えてるんで3ピンとかは通しやすいですけどね。なるほど。テンパイなんで押していく。大谷はもうね、あのこう無理をせず、あ、まあでもこれが出るのかどうかは分かりません。出るかもしれないですけどね。出ないか、3層打つか、ただ親なんで、募られても払いはそんなに変わらないことも多いんで、押しちゃう手もありますけどね。なるほど。補充しても積もっても例えばね、補充号に積もられて漫画って1200しか差がないじゃないですか、はい、そういう親っていうのはやっぱり払いが積もられても大きい分、前に出ちゃう。でもいい局面は少なくないんですけどね。はい、ねえ、秋はこれもう一手またテンパイのチャンスが来たら
3品はどうなるんでしょう。あ、逆に今度はまあ変えました鈴崎。ただアッキーも、あ、そうかね、アッキー3品をこれで通しやすいですからね、はい、あ、テンパッタ、テンパッタ、チーソーパーソー、意外といい街、で3品は今通ったばかり。しかしここはこっそり、トンは場に1枚切れ、あ、もういっぱい切れてますね、ごめんなさい、リーチ数層でですか、層図がね、かなり切れてるんで、はい、数値層もどうかっていうところですからね、これは、あ、確かに嘘を取ってないです、須崎の方だよね。テンパ維持できるか。ウソは自分の目から見て4枚見えてます。でイーソーが通ってる。まさかちょっと危ない、ウソ危ない、これ危ないです。まあただションパイ、見た目ションパイなんでね、どうかなってとこありますけど、ウソか、はい、ローソーもワンチャンスですからね。ローソーも3枚見えて、土層はあんまりなさそうです。ただ秋の目から見たらウソ4枚見えてイーソー取ってるんで、イーソーがないと考えた場合にスーソーはちょっと危なっかしいですけどね。ただ自分のねウッパソーも街がそんなにないからってことなんでしょうか、ね、うん、まあこれもね、あ、いったいった、スチーソーパーソー、ノベタンでスチーソーパーソーですね、あ、パーソーね、はい、さあこうなるとペンチンマンはもともとないんですよね、ワクツの、はい、でこの後パーソーが生きてる、パーソーもパーソーが、チーソーもないからパーソーが生きてる秋の方が有利っちゃ有利ですね。おお、ただ数層自体もあと1枚いるので、それがどこに来るかは分からないですよね。ワクツのとこ、ワクツがつかめば鈴崎の上がりですから、あー、パーソーだ、これが親への報酬になりました。裏ドラはローマン乗りません。しかし先制リーチを見事にかいくぐって逆に上がりまで持っていきました二階堂脇です。